うどん、うどん、えみうどん。はい、というわけで、こんにちは、こんばんは。いちのおじゃまんぼ。今日はサイクルショップ最強さんにおじゃまんぼしております。こちらが、てっぺいさん。よろしく。よろしくお願いします。なんか、あれですよね、なんとなくは知り合いだったんですけれども、そうですね、僕が役員の方から六本松の方に移転してくるのがきっかけで、ちょいちょいこちらにお邪魔してるという来ていただいてます。ちょっとおしゃべりをさせてもらって、なんかてっぺいさんとなんかこういると、なんかっていうか、なんかこの自転車屋さんなんですけど、すごいなんかあっちのカウンターでちょっと喋ったりとかするんですけど、やっぱりここ大通りに面してて、もう次から次にお客さんが来なさるんですけど、いろんな自転車のなんかその修理とかそういう対応をもう俊敏にしてるところをいつもパーって見てるの、ものすごく気持ちいいんですよね。もうで、それでなんかなんていうかな、ちょっと時間あると思ったらてっぺいさんとかも来たりしながら、でなんかこうてっぺいさん、てっぺいさんって言ってるんですけど、なんかたまたま同世代、僕もっと上、なんか立派な感じだったから、上かなと思って、なぜかてっぺいさんのことが僕好き。お越しなおせ、癒されてます。今日はその自転車の話ではなくて、バイクの話を聞きたいなと思って、ね、邪魔をしたわけです。ありがとうございます。このバイク、こちらにあるんですけど、なんか非常にこの年季というか、具合がいいっていうのございますけど、ちょっとお話を。これはですね、私のバイクですね、これね。タイヤが2つあって、右手をこう押したら、前に進むんですね。前に進む。そうきますか。はい。この全体のこの感じで言うと、年代的には60年代のバイクになりますね。それぐらいの年代が好きなんですよね。60年代って暑いですよね。暑い、なんかこのバイクに限らず、なんか60年代ってなんかこう日本のですね、なんかこう勢いみたいなのが、転がっていってる時ですよね。その中でもこれは CS、 そうです、これは CS90 っていうホンダのバイクですね。マークもなんかありますよね。なんかこの年代によって。そうです。この頃はこういうマークね。これまたいいんですよね、この千葉さん。その 90cc っていうことは、なんかこういうスポーティーな感じなんですけど、なんかこういうその商業的な、そのベースはですね、そのビジネスバイク、働くバイクのベースで、少しこうスポーティーな色を取り入れたみたいな位置づけですね。当時の若い人たちが高級スポーツに手が届かなけれども、これぐらいだったらみたいな、平日はお仕事で、休日はね、彼女のためみたいなことだったんじゃないかなっていうふうに私は受け取る。いや、なんかこの全体からですね、ちょっとまたバッチリ。いいです、どうぞどうぞ。こんな感じですね。なんか腰つきっていうか、ハンドルもアップハンドルで、このね、きつくないですしね、結構スピードも出るし、全然今でも通用します。ちょっと遠出しても全然きつくならないね。結構姿勢も楽ですし。なんかいいですね。やっぱ古いバイクといえばもう6ボルトが定番。そうですね。ヘッドライトもこうぼやーってね。なんか僕も昔モンキーのバイクの6ボルト中とかもなかなかですね。もっとライトウェイバーなのかなと思いながら。
すごい気になってるんですけどね。見つかってしまいましたか。村元にある。あ、そうですね。でも、まあ、私がやってる活動ですね。活動なんですね。僕みたいなものでも、こういう楽しみ方をしてますという情報の発信です。その看板ですね。あのものすごくこのいいんですよ、センスが。あれがちょい思う。なるほど。ロクボルツさんに関してはなんかまたあのこう場面を変えてとか詳しくの話が聞けたらなと思います。よろしくお願いします。今日は急にすいません。はい、あのお忙しいんです。もうあちらこちらです。あ、じゃあとりあえず一旦ということで、今日はあのリッチのお邪魔も、サイクルショップ最強さんにお邪魔いたしました。それではまた次回、さようなら。